皆さんこんにちは、奈良岡二子です。今回は私の最近のお気に入りアイテムを紹介したいと思います。こちらです。フジコの眉ティントです。消えないナチュ眉なら寝起きかわいい、ちょっといい感じの色っぽい女子がね、パッケージのアイテムなんですけど、皮膚に直接色素を沈着させて約3日間ぐらいこのカラーが持続してくれるアイテムです。眉ティント、エチュードハウスとかからね出てたので、その他の YouTuber さんがね YouTube にアップしてるのを見てすごい気になってたんですけど、日本のエチュードハウスではちょっと取り扱いがないということで、ちょっとねわざわざ通販する気にもなれず今まで試せていなかったんですけど、こちら日本製の眉ティントになります。で、私はアインズトルペ、あの薬局ですね、で購入したので、結構いろんなところで取り扱いがあるんじゃないかなと。で、今私眉のメイクしてるんですけど、目尻にペンシルで描き足して、それをスクリューブラシで軽くぼかしただけで今こんな感じの眉毛になってます。ではこれを実際に使っていきたいと思います。今お風呂上がりですっぴんになったので、この状態で何もしない状態の眉毛に塗っていきます。で、あらかじめこの眉毛に残ってるこう水分だったりとか油分を、ティッシュとかで軽く押さえてから、この眉ティントを使う方が、しっかりと色がつくみたいです。このちょっとビヨーンとね、こんな感じのこのりみたいな感じのこのティントで、これ初めて使う時にこう最初のね、やっぱこう塗りを失敗したらもう大変なことになるっていう風に思ってたんだけど、この色自体がね結構明るいし、ちょっとはみ出たところでこう綿棒とかでさっと拭き取れば、その色素はつかないし、あと万が一ちょっと朝になってうわこの感じ間違えたなって思ったとしても、明るい茶色だから結構ね、そのコンシーラーとかあとファンデーションとかでそのカバーができる範囲の色だなっていう風に思いました。それもいい点です。はい、ということで、微調整したんですけど、あんまりちょっと微調整したところでしっかり左右対称になるとは思えなかったので、とりあえずこんな感じで完成です。はい、もうざっくりでいいと思います。色も結構明るいので正直そこまでわからないです。メイクしちゃえばこのまま、寝たいと思います。5分とか10分ぐらいするとここがね乾燥するので、ベタベタした感じもないので、このまた例えば布団に当たっちゃったとしても乾いてからなら別にね布団に色がついたりとかっていうことは今までやってきてなかったので、このまま寝ちゃって大丈夫です。ではおやすみなさい。おはようございます。朝起きました。しっかり色がついてるんじゃないかなと思います。ではこれをペリッと剥がしていきたいと思います。いきますよ。どう、ほら結構綺麗にペリッと取れます。色味はどうでしょうか。こんな感じです。こっちも剥がしていきます。別に痛いとかそういうことは全然ないですね。すごい柔らかいゴムっぽい感じの質感のものなので、これでね眉毛が抜けるってことはそんなにないです。という感じでこんな感じです。結構しっかり色つきました。そして今一度洗顔をしてくるとこんな感じです。ちょっと色が落ち着きますよね。で、洗顔したりだとかあとクレンジングしたりだとかするたびにこの色味がちょっとずつ落ちていくような感じになるので、まあ基本的にねつきすぎちゃったっていうことはあんまりないかなと思います。結構さっきと比べてだいぶ色違いますよね。さっきのはもうつきたてほやほやっていう感じで、こう表面にちょっと残ってた多分ティントのこう素材成分があったから結構しっかりはっきり色が残ってたんだけど、一回洗ったりとかあとはまあこう化粧水とかでね拭き取ったりとかしてあげるとこれぐらいまで落ち着きます。で、今私眉カラーとかはしてないんですけど、このティント自体が結構明るい色味なので、眉のカラーをしなくても
眉マスカラを使わなくてもこう顔全体が垢抜けた印象になるので、髪色が明るい方はもちろんですけど、髪がちょっと暗い方でも眉のねこのティントだけ明るいのを使っても垢抜けた印象になって可愛いかなと思います。ガイドラインみたいな感じになるので、すごく眉のメイクがしやすくなるんじゃないかなと思います。私は本当ね眉尻をパパッと描き足して、で全体的にパウダーでぼかすだけで、毎日の眉メイクが完成しています。これを使うようになってからなので、とてもおすすめです。ということで最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録や Twitter のフォローなどもぜひよろしくお願いします。ということで奈良岡ニコでした。バイバーイ。